電磁層は、クローバーに似た形の水草で、得意な形態のシダ植物である。電磁層属の植物は、シダ植物としては、得意な形であり、全体によく似ているが、単葉を持つピルラリア、2枚のコバを持つレグナリディアムと共に、電磁層化を構成する。また、同じく水生シダ類である赤浮草、山椒も類とは胞子に二なりを持つ点などでは、共通するが、 形態的にはあまりにも異なるため、類縁は遠いものと考えられ、独立して、電磁層目とするのが通例である。ただし、近年の分子遺伝学的解析からはこれらが、実はごく近縁であるとの結果も出ており、今後の検討が期待される。いずれにせよ、その他の一般的なシダ類との類縁関係については、定説がない。火力性の多年層で、その形態が特殊なことで知られる。 また、シダ類では、数少ない水草である。その外形はおおよそシダ類とは思えないもので、歯の形は四つ用のクローバーに似る。茎は長く、横に生い、浅い水域を埋め尽くすような大きな群落を作る、ことが多い。水中や湿地の泥の表面に広がり、水中にも伸び出す。間隔を置いて歯を伸ばす。歯には、長い傭兵があり、先端に4枚のコバをつける。 これは、右上複用の側小葉が2体だけ集まって、付くようになったもののようである。章用はすべて同じ形で、ほぼ扇形の一つの角で柄につながり、先端はやや丸くなる。このような小葉を、洋平の先端に集中させて付け、水面ではこれを水平に広げるので、4枚の小葉はほぼ、隙間なく並んで、全体では円形になる。水中では、葉は水面に浮かぶか、 水面から抜き出て空中に広がる葉では、小葉はやや立つ。水面に浮かぶ葉は、艶があるが、空中に出た葉はあまり艶がない。新しい葉は、最初は、ゼンマイのように巻いていて、これだけは、シダらしいと言える。なお、葉脈を見れば二股分子が中心で、クローバーなどとは大いに異なり、確かにシダの葉的である。放射能は、葉の基部近くから出る短い柄の先につく。 楕円型で膜に包まれた胞子のウ群の中には、多数の胞子のウが入っており、胞子のウ群の壁が破れて放出される。胞子には大胞子と小胞子の区別があり、それぞれ別個の胞子のウに形成される。大胞子からは、死生配偶体、小胞子からは、有生配偶体が発芽し、卵は、前者、生死は後者のみに生じる。かつては、水田雑草としても知られ、 ごく普通種であったが、例によって現在では激減し、場合によっては絶滅危惧扱いである。名前の由来は、電磁層で4枚の歯が放射状に広がる形を漢字の他の字に見立てたものである。本州から九州、それに奄美に知られ、北海道からはごく稀に発見される。国外ではヨーロッパからインド北部、東アジアにわたって分布する。 かつては水田雑草として駆除の対象であったが、現在は見るのも難しい。駆除の対象だった頃は、手作業ではなかなか駆除できない厄介な境外草であった。現在では水草として栽培されることが多い。希少種としてビオトープ施設等では喜ばれる。干渉用水草としては、ウォータークローバーという故障がある。この属には熱帯を中心に、 約65種が知られ、日本ではもう一種、以下の種が知られる。絶滅危惧ビール遺伝子層と非常によく似ているが、以下の点で異なる。九州南端から琉球列島に分布し、やはり水田に生育する。国外ではアジアの熱帯域に広く分布する。なお、福岡県には、電磁層と南国電磁層が共存している。インドネシアやタイでは葉を食用とする。 2007年に環境省のレッドデータブックが改定された際にランクが絶滅危惧 i A 類から絶滅危惧 IB 類に下がった。ありがとうございます。